柳井駅北口柳井駅は、青森県青森市大浅柳屋崎区川にある、青い森鉄道青い森鉄道線の駅である。2011年3月に、青森県立青森工業高等学校の移転に、合わせて駅を移動させ、柳井駅を開業した。かつての旧駅舎時代は、付近の石油タンクからの石油、山からの石灰石を運ぶため、貨物の取り扱い量が多かった。 また、石灰石や遠く、上北鉱山からの鉱石をこの駅に送るために、作動が通じていた。鉱石を積み込む施設は現存するが線路は撤去され、水道も閉鎖されている。2011年3月12日、旧、柳井駅から青森駅よりメ6トル離れた青森、市営バストーブ営業所付近に移転した。ただし、 前日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により実際の営業を開始したのは3月14日からである。なお、旧駅は古戦橋が撤去、ホームのコンクリートが剥がされた。プラットホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅である青森駅管理の無人見駅。平日は朝のラッシュ時に浅虫温泉駅の係員が配置され、修札や除雪。 清掃業務を行っているほか、夕方の青森方面の一部列車は、青森駅所属のアテンダントが乗車し、修札を行う。上下ホームに、待合室と地上部と連絡するエレベーターがあり、下りホームの待合室内には、タッチパネル式自動券売機が設置されている。また、上りホームやエレベーターの前などには、近くの青森工業高等学校機械科が、作成した。 資源ゴミ入れが設置されている。ありがとうございます。